Have you ever moved your hip like this for a kick? Hi guys, I'm Yusuke, a karate coach here in Japan, usually in Tokyo, and I'm here for you to show what it's like to practice karate in Okinawa. I've done a season 1 of this series, Yusuke in Okinawa, already last year, so please check it out from up here. And today's episode is going to be on the lethal kicks of Shuri Shorinryu. Let's get started. ちょっとやってあ、はい、でまあ、いわゆる前蹴りとか、うん、こういうこうですかね、こういうのとか、まあ、はい、まあ、蹴上げ、側頭蹴り、まあ、蹴込み、はい、あとは、まあ、最近のですと、まあ、まあ、こう回し蹴りとか、はい、まあ、特殊なのは、まあ、掛け蹴りとかですね。で、はいはい、これ、伝統はよく使うよね。そうですね、はい。ね、やっぱり巻き込んでるよね。巻き込んでる、はい。足をこう、なんていうの、こう、ま、しっ、こっちに巻き込むって言わない？抱え込むよ。抱え込むさ。あ、はい、そうです。抱え込みます。沖縄からっては、どっちか言ったら、抱え込まない。あ、自然に、こういう感じで。パチン、これで効かそう。あ、最後のこの瞬間です、ね、そうそう。でこういう感じでいく、こういう感じ。あ、そうなんです。巻き込まない、こういう感じで、全体の場に使ってパチンっていく。このラインですね。そうそうそう、これで、アーチェリーみたいな弓。あ、このそう、こういう、こう弓を使う。弓を つけてこういう感じで。なるほど。だから取られにくい。あ、自然にパーンって戻ってくるから。なるほど。あ、抱え込みにくいわけ。相手がこう掴むっていうのは難しいよ、自分の蹴りは。本当につま先からここまで、うん、肩までですか。そうそうそう、こう考えるんですね。へえ。まあ頭もだけど、こう、こう、頭パーンって、うん、で全身使ってやろう。なるほど。ムエタに近いよ。ムエタが、ムエタもそうなんですか。そういう感じで、前に出てる足は、はい、普通こう引いたりね、はいはい、スイッチしたりするけど、あ、これも骨盤使ってこういう感じで、こういう感じで、あ、引いてきて、そのまま前、そうそうそう。けどこれもここのアーチなんですね。こう、嘘で、前足がもっと難しいのは、はい、骨盤がね、八の字みたいにこういう感じで動く。こう動く。こう。そう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 。あ、これが八の字。あ、こういう。そう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 。これがこうではなくて、うん、こういくんです、ね。そう、こう、蹴りの場合はね、はい、こういう感じで動く。こういう感じ。この、こう、あ、下がって上がる。下がって上がる。下がって、こう行きながら、また上がる。こう来て、はい、ちょっと上がってるでしょ、はい、で、来て、ここがこう行って、はい、ここでまた上がるわけ。あ、最後に、そこの上がった瞬間に蹴るんですね。そうそうそう。あ、ね、だから引かなくてもよくさ、足はだから これでこう、だから威力があるわけ、はいはい。これは八の字というのは、こっちの八の字っていうか、こういう動きだね。こういう動き。あ、こういう動き。なるほど。あ、こういう。そう。難しいですね。最初はだから引いて出すっていうのを練習したけど、それに引いて出す、徐々にこの引いて出す、うん、この引いて出す感じね。そう。これができれば、左足だけで倒せられる。そうです、うん、難しいな。けどこの後ろのめりになってはいけないですよね。ダメ、こっちはもうまっすぐ、はい。
少し早くなってさ。今日やっぱ膝がそこまで伸びきるのに慣れてないので、うん、少しや痛みを感じます、ね。ああ、これも一緒だから。そうです。同じですね。さっきのこれですよね。で、起き上がるとの場合、側線蹴りね。側線蹴り。こっちで。あ、やっぱ基本はよ。はい、基本は。もう難しいんだったら上足手で。はい。あの床なんかでこう立ったりして練習したりこうして、はあ、指先そうですよ、うん、で回し蹴りね、はい、回し蹴りも一緒、はい、あのこれも これを生かしてこういう、はい、だからパチンとくるでしょ、引かないでも、はい、引かないでもくる前からもう一度見せないといけないですか。足返しても戻ってくるからこれ。ああ、なるほど。うん。だからこっちも一緒。これも。ああ、そうですよ、ね。うん、左が硬く。左難しいよ。そうですね。うん、だからちょっと手こうしとって、はい、あの当たった瞬間にこういう、あ、このイメージね、あ、うん、そのくらいパチンって、はい、そう、力を入れ始めるといいますか、グッと固めるのは本当に最後の最後のこの当てるこの瞬間だけ、うん、固めるという放出する感じ、放出するパチンってもう、うん、あ、エネルギーをもうここにバンって出す感じ、うん、あの、今までのイメージがもう抱え込むってあるから、ね、このなんていうのかな、弓の力が、ま、弱い、うん、だからこのここまで足がここから入ってるイメージで、うん、多分先生もつながってますもんね、うん、1本ですもんね、だからこっちでもう力みんな逃げてるわけや、あ、足だけの力になってる、はいはい、だからここ押し付けなわけこれ、うん、じゃない、もう全身でパチンってこの、はい、この弓の力で蹴らないと力を伝わらない、うんうん、そうですね、だから全身使うってことよ、うん、足だけで蹴るんじゃなくて全身でパチンって蹴るんだ、うん、だからこっちも生きてるわけ、もうこっちも下もこれですね、これでも、もうこの力が これだと曲げてるからもう力関係ないさ、下の、うん、これはもうこっちからこう来るから、こうです、地面反発力が生きてくる、パチンってこれで、地面反発力も結構キーワードですよね、そう、先ほど、ここもこれもこっちで蹴ってるさ、ポンってやる、あ、パンって蹴るさ、うん、その力をあの使わないとあの蹴りも生きてこないし、で読めないわけよ、っていうのはよ、はい、下からこう来るから、うん、相手が読みにくい、あ、蹴りが。自分捕まったことないです。あ、本当ですか。うん、そっかそっか。パチンってもう入れたらすぐ戻ってくるから。うん、取れないわけ。うん、回し蹴りでも。なるほど。確かに回し蹴り取られやすい蹴りではでしょ、ありますもんね、はい。なるほど。そういう利点もあるわけ。うんうんうん。わかりました。ちょっとあの時間がかかるかと思いますが、練習させていただきます。Using your body like a bow and arrow to shoot out the kick.That was something that's pretty obvious, but I never thought about doing. What do you guys think about this?
Do you think the knee lift should still be applicable, or do you think you should eradicate that and focus on the whipping aspect? In the next episode, I'm going to be introducing some of the Cobra Kai shooting spots that they actually use in Okinawa. So please look forward to that, subscribe to my channel, and if you like the video and if you have watched up to this point, please like it and comment down below. Also, I run an online group lesson and private lesson where we can learn karate together and actually for me to share the things that I've learned in Okinawa. So please check that out from here, and I'll see you guys in the next episode.